ッシュ8の西野香美です。はい、同じく SKN フラッシュ8の川瀬亜美です。イエーイ、はい、はい、ダイスポ予想会、今週はなんとさあ、なんとユニコーンステークスでーす。イエーイ、はい、ちょっとしっかり熱くなって梅雨がね、どっかに、なんて全然来ないね。ちょっとどっか行っちゃったみたいで、台風も今日、直撃とかに全然来えへんし、なんか来なかったですね。よかった、まあ、よかった、まあ、無事競馬が楽しめる、ね、楽しめるということで、はい、まだちょっと梅雨明けてないんでね、雨降るかもなんですけど、はい、はい、気合い入れていきたいと思います。はい、はい、もう大スポーツ今後大スポーツ始まるよ、始まっちゃいますよ、ぜひご覧ください。は大阪スポーツ JRA 担当記者の西谷哲夫記者です。はい、はい、では西谷哲夫記者、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。大阪スポーツの西谷と言います。はい、よろしくお願いいたします。早速なんですけど、はい、早速、はい、本命でかい、はい、じゃあ予想をちょっと、はい、お願いいたします。いただきたいと思います。あ、大丈夫ですか、それ持っておきましょうか。あ、大丈夫です。はい、サウンドリアーナ、はい、僕の本命はサウンドリアーナにしました。はい、まあ、もう皆さん前走見ていただいたら分かると思うんですけど、めちゃくちゃターンボイスが強い内容で、まあ、ボバ相手にぶち切りの内容を見せてくれました。で、まあ、今回金量的にも前回は、まあ、ボバと1キロ差だったんですけど、今回はまた2キロ差にぶっちぎりの内容で広がりますし、さらに、まあ、有利に筋量も働きますし、まあ、今日厩舎の方に聞いてきたんですけど、まあ、1周前追いの段階でもうかなり戦闘モードに入っていると。で、もうあとは豊さんが本番でスイッチを押してくれればもう問題ないんじゃないかっていうふうにおっしゃってました。で、武豊騎手ももう前走の乗った時の強さがもう桁違いに強かったとおっしゃってて、もうダート適正に関しても太鼓判をされてました。で、距離に関してもこの馬、ダートの左回りは、多分初めてなんですけれども、デビュー戦中京左回りで勝ってますし、その次の新潟インサイエスでも差のない3着に、それも左回りの選択ですね、で来てますので、もう距離も問題ないし、普通に走れば好勝負になるんじゃないかと思って二重丸を打ちました。そんなところですね。はい、ありがとうございます。では続きまして、その対抗と穴についてお伺いしてよろしいでしょうか。はい、はい、ですね、対抗は、チャーリーブレイブ、まあ、固くて申し訳ないんですけれどもこれはね、ちょっとどうしてももう普通で負けてないっていうのもありますし、まあ休み明けになりますけれども、まあ、状態も良さそうですし、まあ、大きいの動きなんかを見ててももう普通に勝ち負けできるレベルにあるかなと、まあ過去10年の傾向を見てもね、一番人気の馬が今6年連続で連帯中で、はい、で2番人気の馬もかなり放送しているので、まあ、固めの決着に今年もなるかなと思って、やはりチャーリー・ブレイブ、はい、推奨したいと思っています。まあ、安城のウィリアムズ騎手もね、いいと思いますし、これはまた硬いんですけれども、ちょっと申し訳ないんですけれども、はい、買っていただきたいと思います。はい、はい、注目していただきたいのはベストウォーリアなんですけれども、はい、これ石田の厩舎、まあ、ご存知の方もいると思うんですが、ジェンティルトーナの厩舎なんですね。はい、で2週連続でこの馬、ジェンティルトーナの追い切りパートナーを務めてるんですよ。で、まあ、この馬しか、まあ、担当はジェンティルトーナの相手はいないみたいな感じで指名されて走ってる馬なので、まあ、そういう強い馬と一緒に走ることで、やっぱり馬っていう馬自身も成長する部分っていうのはかなりあるそうなので、まあ、そういう意味でもかなり面白い一頭じゃないかなと思います。
で、かなりこの馬も運があるので、2走前の500メートル、ここを、かなり抽選で登録が多くて、出れるか出れないか微妙だったんですけれども、そこを、まあ、きっちり出れて勝って、次のその場で1着で賞金加算してと、やっぱりなんか運を持っている馬っていうのは、まあ、乗った方がいいんではないかなと思って、はい、追求してみました。では、西谷記者、ありがとうございました。ありがとうございました。